チャーというわけで、待ちに待ったプロスピセレクションが登場してます。いよいよ来ちゃいましたね。まあ、この前に待機配信してたんですけど、まあ、なんとね、予想12分の9が当たるという結構ミラクルなことを起こしてるんですけど、まあ、あの予想当たるミラクルよりね、あのミラクルな引きをしたいんで、まあ、今日のねスカウトには命かけてます。スカウトの内容は例年通りのセレクションと同じです。3回目6回目9回目が S ランクのセレクションが確定、10回目以降が S ランク出たらセレクションの選手確定ということで、まあ、ここに関してはね変わりないですね。で、あのちゃっかりね中継ぎ追加も来てるんですよ。でこれセットアッパーだと思うんで結構強いんですよね。まあ、あとはセレクションのミキサーが来たり、この消費コイン2分の1がでかい。まあ、やっぱセレクションの選手をね結構育成するとなると、まあ、コイン結構使うことになると思うんで、まあ、ここに来ての消費コイン2分の1は結構良心的かな。それでは早速第1弾のラインナップ見ていきましょう。さあ、ヤクルトは村上選手です。やっぱり背景かっこいいね。もうプロスピの背景で一番好きなのは個人的にはセレクションです。で、能力なんですけど、通常のステータスプラス1ということで、まあ、もうちょっとね村上選手上がるかなと勝手に思ってたんですけど、まあ、そんなに上がらなかったですね。ミートが78、パワーが85ということで、まあ、ミート A にはしやすくなってます。で、その他の能力は変わっていません。守備適性と特能ですね。まあ、シンプルにスピ4100の広角アーティストということで、まあ、あのリーグ目線でもねリアタイ目線でも最強格の選手になっています。そして阪神サトテルなんですけど、サトテルはねミートが上がってます。通常が65なんで結構ね上がっていて、まあ、見栄えが良くなってますね。まあ、守備能力とか、特能は変わっていません。まあ、使うならサードかな。あの広角パワー比なんですけど、やっぱりスピリッツ4100っていうのが結構なアドバンテージになるんで、まあ、打球の飛び具合とかはね結構いいと思います。そして巨人は待ちに待った大勢選手ということで、まあ、覚醒しかね S ランク今のところ出てないんですけど、まあ、もちろんねその覚醒と比べて能力めちゃめちゃ上がってます。小5でね、9位 A に乗せれることできますし、まあ、制球も B に乗っている。で、投手適性が全部あって、まあ、リアタイにはねあんまり球種向いてないんですけど、まあ、やっぱりリーグオーダーからするとね結構入ってくる選手だと思うんで、まあ、リーグ勢からすると結構欲しいのかな。続いてカープは坂倉選手です。坂倉選手も通常プラス1ですね。まあ、プラス1なんですけどミート A に乗せりやすくなってますし、まあ、パワー74、走力75、もうこれも十分高い能力なんで相当使いやすいと思います。で、メイン適性がねファーストからサードになっているんですけど、まあ、あんまりここは気にしなくていいかな。やっぱり普通にキャッチャーで使った方がね強いと思います。で、特能も変わってませんね。まあ、スピリッツ4100でこの能力でキャッチャーできればね、十分な打撃能力だと思うんで、まあ、守備能力をねちょっと目つぶれば最強格のキャッチャーだと思います。そして中日は阿部選手なんですけど、阿部選手全然能力上がってないね。これ通常のプラス1です。まあ、オール B にはね乗せてくるのかなと勝手に思ってたんですけど、まあ、オール C ということで、まあ、これはちょっと予想外だったかな。ちょっと期待外れですね。まあ、守備能力はねものすごくいいんですけど、まあ、中段道でオール C、まあ、特能とか以前に結構使いづらいと思うんで、山下はもうちょっと上がると思ってたな。横浜は今永選手です。で、今永選手ね制球だけ2位上がってるんですよ。球威スタミナは1なのに、制球が2位上がってるおかげでなんかありとあらゆる同調を狙えるんですよね。なのでこれリーグ勢必須かな。まあ、球種とかはね特に変わってないですし、適性も先発だけなんですけど、まあ、いろいろなね、同調を組むことができるという点ではもうリーグオーダーにはね、外せない選手となっています。オリックスは吉田選手です。やっぱり吉田選手能力すごいね。通常プラス1なんですけどミート86、パワー82ということで、ミートパワーの85同値が狙えます。いや、これはすごすぎる。まあ、守備能力とかね特能は特に変わってないんですけど、まあ、この能力があればもうものすごい強いということで、まあ、間違いなくね今回の目玉の一人だと思います。そしてやっぱりこの選手でしょう、ロッテ佐々木朗希選手。まあ、ステータスがね結構上がってますし、球種がねなんとスプリットフォークということで、いや、これはちょっと面白いな。ただねリアタイでめっちゃ強いかと言われるとちょっと微妙なんですよね。で、特能とかは特に変わってないのかな。まあ、この写真はね完全試合した時の写真だと思うんですけど、まあちょっと花があるな。花がありすぎるというか、まあ、リアタイでもねちょっとは使いやすくなったのは間違いないんで、まあ、佐々木朗希くん欲しいな。楽天は浅村選手です。ステータスがねプラス1上がっているおかげでミートパワーの A 同値狙えるようになってるんで、
まあ、これは結構激アツかな。ただセカンド C でね、セカンド C だからちょっと回らせづらいな。まあ、使うならファーストか DH あたりにねなってくるのかなと思います。そしてソフトバンクバージョン初登場、又吉選手、球威が79、制球が77ということで、球威制球の A 土地狙いますね。で、球種がこんな感じです。中継ぎ抑えてきて、超大ピンチ伸びきれというね、特能が結構強いんですよ。まあ、リアタイでめちゃめちゃ強くはないんですけど、ホークス純正には欠かせないということで、個人的には狙っております。そして日ハムは松本剛選手、まあ、ミート A をね期待していた方多いと思うんですけど、まあ、称号でもねミート A に乗せれないということで、いや、これはせいぜい77にはしてほしかったな。まあ、これでもねミート10以上上がってるんで、まあ、相当な強化なんですけど、まあ、今年の活躍を見てるとね、まあ、ミート77以上あってもよかったんじゃないかなと個人的には思ってます。なんでもうちょっとね強いね松本剛選手を、予想してたんで、なんかそのね、ミート A とか、そういう予想からするとちょっと物寂しい能力にはなってます。そして最後が平選手です。平選手も能力プラス1ですね。まあ、特に通常から変わってないんでそこまで触れる部分はないと思うんですけど、まあ、スピリッツ4100の完全旧型になっています。それではセレクションね引いていきたいと思うんですけど、もう配信中にね30連だけしてるんですよ。で、30連の結果があのお見せするんですけど、西武の平選手が当たりました。はい、こんな感じです。前の動画でね今年西武のスペシャル率が高いと言ってたんですけど、もう見事に引き当ててね、今のところ覚醒以外コンプしてます。もうしっかり引いちゃいましたね。てなわけで今回の動画では60連しようかなと思ってるんですけど、まあ、狙いは村上選手と又吉選手と佐々木朗希くんかな。まあ、この3人がまあ一番欲しいね。まあ、ただね、大勢選手と松本剛選手以外は極みにできるんで、まあ、一応ねその他の選手も狙いになってくるんですけど、まあ、今挙げた3人の誰か1人でもね、出てもらわないと困ります。ということで行きましょう。今日ね怖い夢見たんですよ。で、結構怖い夢見て、怖い夢見終わった瞬間に起きたんですよ。で、結構怖い夢見た後に現実ではいいこと起きるって言うじゃないですか。なんでね、今回のセレクション結構いい引きできるんじゃないかなと、期待しております。期待はしております。ただ40連目いきなりこれちょっと爆死の匂いがするんで、もうぶっ飛ばしましょう。いや、 A ランク A ランクはいいのよ、もう S ランク欲しいのよって言ったらね A ランク来るんですよね。さあ、もう50連目ですよ。お願い、マジでさ、又吉さん欲しい。又吉さん何がえぐいって、通常でまだ出てないからホークス純正必須なのよ。まあ、そこそこリアタイでもいけそうですね。タイピン20丸なんで又吉さん強いな。まあでもそうね、欲しいな。まあ私立もあんな感じで出てくるんでしょうけど、今持ってると今持ってないではもう天と地の差があるんで今欲しい。はい、50連目も爆死。もうやばすぎる本当にね。確定外からさ1枚もないのだけは本当にやめて。それでは確定です。いや、お願い、もう幸子で安心させて。来い。幸子来ない。さっき言った通り、2人以外は極みにできて、まあ一応狙いは3人かな。まあでも吉田正尚さんとか浅村さんでも十分嬉しいんですけどね。さあ、演出が渋いから1枚でしょう。まあその1枚が本当に狙いだったら誰でもいいから。さあ、又吉さんではなさそうだな。佐々木朗希くん使ってみたいな。スプリットフォークどんな感じなんだろう。さあ、 A ランク一応スキップしないよ。一応2枚引きの可能性は捨てないから、まあ出ないと思うけど、出ないね。これ A ランクでしょう。ということでいきたいと思います。2回目の確定は、おー、うっそ、めっちゃ嬉しい。ほっとした。よかったよかった。サチコ来なかったから絶対来ないと思った。めっちゃ嬉しい。超動画にできるじゃん。ちなみにね、中日の極みの又吉選手と A ランク 4,5 枚あるんで、称号までできます。神です、マジで。めっちゃ嬉しい、マジで。一番ないと思ってた今。うーわ、嬉しい。地引きできた。もう正直満足。正直これはね、もう又吉さん取れれば他も誰でもいいかもしれない。それくらい嬉しい引きですね。もう又吉さん明日動画にします。はい、もう予告しておきます。まあ、明日早速出すんで、楽しみにしておいてください。もうしっかり極みにできますから。ここまで来たらちょっと球威制球 A とか決めたいな。マジか、幸子なしで地引きできると思ってなかったからマジで今びっくりした。ただよ、ただやっぱ確定外ゼロはちょっと悲しいな。90連引いといて、だから確定外でもう1枚だけ引いたら、セレクション引けたら90連ちょっと狙いの選手なくてもミキサーできるんでね。で、今回ちょっとあんまり深追いはしないかな。ちょっと深追いはちょっと金銭的にね、できないかなと思ってるんで。そうね、確定1枚欲しいな。はい、80連目も爆死ということで、まあ、最後2枚引きにかけましょう。
ビーチもなんでさ、出るならセレクション出てよ、 30% っていう結構渋い確率だけど。ということで最後90年目いきます。今回の動画は一旦この90年目でね終わる予定なんで、とりあえずかぶんな。まあこれで佐々木朗希くんが村上選手来たら相当な神引きなんでしょうけど、いやー2枚引きないね、これ2枚引きゼロですわ。さあさあさあ最後に奇跡が起きるか起きないか。いやまあ奇跡は正直起きてるんだけどね、演出はマジでゴミ、演出ゴミすぎる。まあこれは10回目までなんもないね。さあ9回目ランクということで、お願い村上選手か佐々木くんが来てくれればもう神受けです。お願いします、来い、おいー